4作目はこちら。2007年に最も売れてる少女漫画として、なんとギネスブックにも認定されたフルーツバスケット。今更ご紹介する必要はないかもしれんけど、まあ、若い方とか未読の方もいると思うので、今回改めてご紹介します。主人公トールは唯一の肉親であった母親を事故で亡くし、一人山でテント暮らしをする女子高生、そのテントを張った場所、山っていうのが同級生の相馬由紀っていう男の子の一族が所有している土地だったんだね。タイミング悪く土砂崩れが起こって、そのテント自体を失ってしまいます。そのためユキが暮らす相馬しぐれっていうユキの親戚の家に居候することになるんよね。同居から始まる高校生の恋愛話って思うんやけど、居候当日相馬一族のある秘密が明かされ、これがただの恋愛漫画じゃなくて現代ファンタジーであることがわかります。